どんな姿でも大好きピュー。よーし、これでバッチリ決めてやるピュー。冗談じゃねえっつーの。なんとしてもあの小娘からおじいを引き離してやるでございます。あの小娘がありえねえくらい王子様に嫌われたらよくね。王子様への半端ねえ私の思いでパワーアップでございます。ソララと、ソラピとデートすることになるなんて本当嘘みたい。もっとおしゃれした方が良かったかな。でも私には先輩がいるし、でもてかおしゃれする必要なんてないし。え、なナタリーさん、なんでまた魔法使いに。お前にはこれが超ぴったりだし。今日こそキララのハートをいただくぜ。ピュー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 。ボートとか汽車ポッポとかロマンチックな乗り物を選んで、そんでもってお互いの緊張もほぐれて気分が盛り上がってきた頃を見計らってすかさず星のかけらを食う。イケメンに戻った俺にキララはもうメロメロ。二人はめでたくラブラブに完璧ピュー。あれ、でも肝心の星のかけらはどこにしまったピュー。そこらに落としたピュー。かわいい。声はすれども、こっちだよ、こっちこっち、早く来て。キララ、なんでそんなとこに。ピュヨヨヨ。やっほーソラピー。なんだピヨ。キララ、その格好何って、デート服だよ。まさかキララのやつマイララチェンジで俺の嫌いなものに変身して愛を試そうとしているピヨ。どうしたのソラピ、せっかくのデートでしょ。早く乗って乗って。嘘、怖いの。どうしたの、私とデートしたかったんでしょ。でも俺は強くてマッチョで宇宙一勇敢な男だが、怖いものは大嫌い。絶対お断り、何が何でもありえねえ。な繊細な王子様なんだピュー。ねえ早くデートやめちゃうの。ここで乗らなかったらひよこがすしたるピュー。それではデートに出発。あれなら速攻で破局確定みたいな。ソラピ楽しい。楽しいピヨ。じゃあもっとサービスしちゃうね。最高ピヨ。本当にキララちゃんとソラピのデートの邪魔するぞ。なか当たり前だろ、見つけて邪魔してぶち壊してやるのさ。グズグズしてたらあがめちゃーい。ほら来たよやっぱり。